玉音放送。玉音放送とは、天皇の肉声、玉音を放送することを言う。特に1945年、昭和20年8月15日正午、日本標準時に、日本で唯一の放送局だった、社団法人 NHK、日本放送協会、現在の NHK ラジオ第1放送から放送された、昭和天皇による終戦の証書。 街頭は戦争終結の少女の音読放送を指すことが多く、本校ではこの放送について記述する。この放送は太平洋戦争における日本の幸福を日本国民に伝えるもので、日本ではこの玉音放送のあった8月15日を終戦の日あるいは終戦記念日と呼び、以後毎年のように日本政府主催で全国戦没者追悼式を行い、 正午に黙祷を行うのが通例となっている。なお、正式に第二次世界大戦が終結したのは、それから半月後の降伏文書が調印された同年9月2日のことである。ソ連対日参戦を受けて、1945年昭和20年8月14日、日本は午前会議において鈴木貫太郎首相が昭和天皇の判断を仰ぎ、7月26日に、 連合国から示されていたポツダム宣言の受諾を最終決定したいわゆる制断。ポツダム宣言は全日本国軍隊の無条件降伏第13条などを定めていたため、その受諾は太平洋戦争において日本が降伏することを意味した。午前会議での決定を受けて、同日夜、証書案が閣議にかけられ若干の修正を加えて文言を確定した。 証書案はそのまま、昭和天皇によって採下され、終戦の証書、戦争、終結に席、する証書として発布された。この証書は、天皇体験に基づいて、ポツダム宣言の受諾に関する直視を国民に宣布する文書である。ポツダム宣言受諾に関する証書が発布されたことは、中立国のスイス及びスウェーデン駐在の日本、公使館を通じて連合国側に伝えられた。 昭和天皇は少々朗読して、レコード版に録音させ、翌15日正午より、ラジオ放送により、国民に、照射の内容を広く告げることとした。この玉音放送は、法制上の効力を特に持つものではないが、天皇が敗戦の事実を直接国民に伝え、これを輸出するという意味では、強い影響力を持っていたと言える。当時より、 敗戦の象徴的事象として考えられてきた。鈴木寛太郎以下による午前会議の後も陸軍の一部には徹底抗戦を唱え、クーデターを意図し、放送用の録音版を実力で奪取しようとする動きがあったが、失敗に終わった宮城事件、録音版事件。前日にはあらかじめ15日正午より重大発表ありという旨の報道があり、また当日朝には、 それが天皇自ら行う放送であり、正午には必ず国民はこれを聞くようにとの注意が行われた。当時は電力事情が悪く完結送電となっている地域もあったが、特別に全国で送電されることになっていた。また、当日の長官は放送終了後の午後に配達される特別措置が取られた。アメリカ軍は数日前から宝塚など25日の 空襲予告を行っていたが、十五日の未明の土崎空襲を最後に爆撃を停止した。放送は正午に開始された。はじめに日本放送協会の放送員、アナウンサー、和田信方によるアナウンスがあり、聴衆に起立を求めた。続いて情報局総裁、下村博が天皇自らの直後朗読であることを説明し、君が世の演奏が放送された。 その後四分余り、天皇による直後の朗読が放送された。再度、君が世の演奏、続いて、終戦の証々を受けての内閣国有等の補足的文書のアナウンスが行われた。放送は、アセテート版のレコード、玉音版再生によるものであった。劣悪なラジオの放送品質のため音質が極めて悪く天皇の朗読に、独特の節回しがあり、また、 証書の中に難解な看護が相当数含まれていた。ために、論史はよくわからなかったという人々の証言が多い。極音放送を聞く周囲の人々の雰囲気等で、事情を把握した人が大半だった。極音放送において、陳は帝国政府をして、米英し阻止国に対しその共同宣言を受諾する、胸通告せしめたり、私は、米国、英国、シナ、 ソ連の4カ国に対し、共同宣言を受け入れると、帝国政府に通告させたという文言が、日本政府は、ポツダム宣言を受諾し、降伏することを表明する、最も重要な主題ではあるが、多くの日本国民においては、終戦と戦後をテーマにする NHK の、特集番組の、皇居前広場で、土下座して、昭和天皇にはびる庶民たちの映像と共に繰り返し、流される、 こらえがたきをこらえ、忍びがたきを忍びの部分が、戦時中の根拠と占領されることへの不安を喚起させ、特に印象づけられて有名である。この文章は、モテ万世のために太平を開かんと欲す。陳はここに国体を誤自し得て、中量なるしか新民の積性に、真意、真意、信頼し常に、しか新民と共にあり。これ、非占領の屈辱に耐えること、によって、 世界を平和にしてほしい。私はここに国体を護持することができ、忠実なお前たち親民の積成を頼って、常にお前たち親民と共にあると続く。王党は戦争終結の証書は、終戦証書とも呼ばれ、天皇体験に基づいて、ポツダム宣言を受諾する直視を国民に宣布するために8月14日付で見事のりとして発布され、 同日の官方号外にて告示された。文体は古典的な漢文訓読体。大まかな内容は内閣書記官庁、ザコミズヒが作成し、8月9日以降に、官学者、川田瑞穂、内閣職宅が起草、さらに14日に安岡正厚、大東阿昌顧問が参集して完成し、同日のうちに天皇の採下があった。大臣副書は、 当時の内閣総理大臣、鈴木貫太郎以下16名、第7案まで議論された。喫緊の間かつ極めて秘密裏に作業が行われたため、起草、商本の作成に十分な時間がなく、また、証書の内容を決める閣議において、戦争継続を求める一部の軍部の者によるクーデターを恐れた陸軍神、アナンコレチカが選挙区費に費。 あらざるにしての改定を求め、選挙区必ず寿司も好転、セスに改められるなど、最終段階まで軸の修正が施された。このため、現在残る少書商本にも、古入や五脱に紙を貼って、訂正を行った跡が見られ、また通常は、巨字要因のため最終ページは3行までとし7行分を空欄にしておくべき慣例のところ4行書かれており、 文末の巨字を十分な余白がない場所に無理やり、大夏したため、陰影が本文に被さるという異例な象徴である。全815文字とされるが、移説もある。本文は802文字。終戦証書の原本は、内閣総務課の理事官、佐野岡戸太氏が上書したものである。当初、佐古水久常は分かりやすい、候補体による放送にしようと考えていた。 内閣嘱託の木原道夫と共に案を作り始めたが、一人称と二人称をどうするかという基本的な点で行き詰まってしまった。つまり、それまで天皇が国民に直接語りかけることなどなかったので、天皇が自分自身のことを何と言うのか、また国民に対してお前たちというのか、皆さんというのか、適当な表現を考えつかなかったので、結局実現はできなかった。 終戦少々、天皇の肉声によって朗読し、これを放送することで国民に輸出するという着想は、内閣情報局次長、久富達夫が内閣情報局総裁の下村博史に提案したものというのが通説である。日本放送協会へは、宮中での録音について8月14日13時に通達があり、この区内省への出頭命令を受け、 同日15時に録音班8名、日本放送協会の会長を含む、協会幹部3人と録音担当者5人が出かけ、録音担当者は国民服に軍帽という服装であった。録音作業は内定庁舎において行われ、録音機2組、予備含む、計4台など、録音機材が配列館に用意され、マイクロフォンが臨室の政務室に用意された。 録音の用意は8月14日16時には完了し、18時から録音の予定であった。しかし、前述の証書の最終項の修正もあって、録音作業はずれ込み、昭和天皇実録によると、昭和天皇は警戒警報発令中の23時25分に部屋に入り、区内大臣や自重長らが見守る中で朗読は行われた。2回のテイクにより、玉音版は、 合計2種、テイク1が計7枚、テイク2が計5枚、1テイクが複数枚となる理由は口述制作された。2度目のテイクを取ることとなったのは、主張した天皇自身の発案、声が低かったためと言われ、さらに接続詞が抜けていたことから、天皇から3度目の録音音の話もあったが、下村がこれを辞退したという、下村博士、終戦必至。 玉音放送は、日本電気音響、後のデノン製の DP-17、経過版型円盤録音機によって、同じく、日本電気音響製のセルロース製、SP 版に録音された。この録音版は1枚で3分間しか録音できず、約5分間の玉音放送は、複数枚、テイクには2枚組および3枚組にわたって、録音された。作業は、 翌8月15日午前1時頃までかかって終了。情報局総裁、下村博士及び、録音班は、坂下門を通って、区内省から退出する際に、玉音放送を阻止しようとする。この F 票、第二連隊第三大隊長、佐藤義弘康氏らによって、拘束、監禁された。録音班が区内省内部に存在することを知った、師団参謀。 こ賀秀政少佐の指示により、録音版の捜索が行われた宮城事件。録音版は、録音後に、自重の徳川義弘により、広報入植事務官室の書類入れの経金庫に、他の書類に紛れ込ませる形で保管されていたため、発見されなかった。事件鎮圧後に、宮内省は1回目に録音した、録音版を、副版、副本とも呼ばれる、2回目に録音した、録音版を、 正版、小本とも呼ばれると定め、正版は東京放送会館へ、副版は第一生命館の予備のスタジオへと持ち込まれた。当日正午の時報の後、重大放送の説明を行ったのは日本放送協会の放送員、アナウンサー、和田信方である。国際放送、ラジオ東京では、日向唯一が厳格な文語体による、英語訳文書、 を朗読し、国外向けに放送した。この放送は、米国側でも受信され、1945年8月15日付のニューヨークタイムズ紙に全文が掲載されることとなった。正午以降の多摩音版を再生した玉音放送は約5分であったが、その前後の終戦関連ニュース放送等を含む放送は約37分半であった。また、 放送を即時に広く伝達するため1 0ットに、規制されていた出力6 0ットに増力し、昼間送電のない地域への特別送電を行い、さらにン波により東湾放送を通じて、中国占領地、満州、朝鮮、台湾、南方諸地域にも放送された。極音放送の予告は14日21時のニュースと15日7時21分のニュースの2回、行われた。 内容として、この度証書が間発される、15日正午に天皇、自らの放送がある。国民は一人残らず、玉音を返すように、昼間送電のない地域にも特別送電を行う。観光所、事務所、工場、停車場、郵便局などでは手持ち受信機を活用して国民が、漏れなく放送を聞けるように手配すること、新聞が午後時頃に配達されるところもあることなどが報じられた。 突起な気分は和田信方によるアナウンス。1945年昭和20年8月15日のラジオ放送は下記の6回であった。玉音放送の記録媒体であるレコード版玉音版には区内庁が保管する原版と戦後の連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の複製とがあるとされている。一般的に知られてきた玉音放送の音声は 終戦の翌年 GHQ の命令で複製されたものを録音作業に当たった NHK 職員が余分に制作し個人で保管していたものでその後 NHK に渡されたものとされる NHK に渡された複製版はその後さらに LP レコード化され2015年現在は LP が NHK 浜松市局内のライブラリーに保管されている元の複製版は 行方が分かっていない。玉音放送は2回録音が行われたため、玉音版には、制服の2組存在する。玉音版は、昭和天皇の住まいで、防空施設も兼ね備えていた、五文庫に、長らく収蔵された後、三の丸なお倉館に、その国内庁の倉庫に移された。そのうち、1回目に録音され、放送では使われなかった方の玉音版、 副版系7枚は1975年、昭和50年、放送開始50周年記念事業の一環として、区内庁から NHK 放送博物館に移されたが、ひび割れなど時の経過による劣化により再生、不可能な状態となっていた。現在は修復措置を施した上、窒素ガスを充填したケースで厳密な温度、湿度管理のもと保管、展示されている。 宮内庁が所蔵する2回目に録音された、もう1組の玉音盤、正盤系5枚についても劣化が進んでいたものの、2014年、平成26年末に、宮内庁が再生を試みたところ、2枚組で録音された音声の再生に、成功。3枚組は、うち1枚が再生不可能。その後、デジタルリマスターが実施され、2015年、 平成27年6月30日には、金城天皇、皇后、道子、皇太子と九人新皇、秋篠宮文人親皇の4人が、この復元された音声を聞いたという。原版はこれまで公にされていたものより10秒ほど、短い4分30秒であるが、従来の音源は、再生や複製が繰り返されるうちに、音が劣化していったものと推測されている。宮内庁では、 戦後70年の節目にあたることから同年8月1日にこの原版と復元音声1946年昭和21年5月24日に放送された食料問題に関するお言葉を録音した原版も公開これは1962年にそのシートに収録され同じものが1995年に CD 化されているこれに合わせる形で 五分子の防空壕も1965年、昭和40年以来となる内部の状況を写真や映像を公開した。広く知られている終戦証書の他に外務省が作成したもう一つの証書案がある。8月10日の午前会議の後、外務省政務局長の安藤義長は統合外務大臣に呼ばれ証書案を作る用国費の指示を受けた。安藤は証書案を作るのは 内閣の仕事であることを認識していたが、クーデターの噂が流れる中、もし総理大臣官邸が襲撃を受けるようなことになったら、証書案どころではなくなるので、それに備えて外務省が作ると解釈してあえて、なぜ外務省がと問うことはしなかった。安藤は証書案を11日の朝に統合大臣に渡したが、結局この証書案が日の目を見ることはなかった。 佐古水久常もこの証書案があることを知らなかった。戦後になってから安藤が蔵書を整理していると、偶然本の間に挟まっている証書案の下書きを発したことにより、存在が明らかになった。安藤は案を大臣に渡す前に、大東阿蘇次官の田尻や吉に見せて、賛同を得たと言っているが、田尻は戦後に読売新聞社のインタビューに対し、そのことについては、 記憶がないと述べている。安藤吉永が作成した小書案。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。